NHK の人気番組、ブラタモリ、土曜午 7.30 のレギュラー放送が9日に最後を迎えた。放送終了後に公式サイトは、2015年からお届けしてきた今のスタイルでの放送は3月9日の回をもって、一旦区切りをつけることになりました。今後、さらに楽しんでもらえるような番組になることを目指して、検討を続けていきます。番組をご覧いただき、誠にありがとうございました、と感謝の言葉を交え報告した、街歩きの達人、タモリが日本各地に足を運び、知られざる街の歴史や魅力、人々の暮らしに迫る看板バラエティー、2008年にパイロット版から始まり、15年4月に3年ぶりにレギュラー番組、第4シリーズ、として復活した、3月1回、でレギュラー放送終了と同局からアナウンスがあった中での、最終回、今回の旅のお題は、263鹿児島、指宿の和杖火山は歴史を動かす指宿の、和杖、すごい、火山が良好を生み、歴史を変えた、秘密を探ったタモリは、砂蒸し温泉にも入り大満足の様子だった。次週の放送予定に、ブラタモリ、の文字はなし、通常ある次回予告もなく、番組ラストではタモリと花籠を持った野口守衣アナウンサーの2ショットが映し出されて終了、予告なしの、意味深な演出なラストシーン、に SNS 上では、突然のお別れ、野口アナが目が潤んでいたような気がしたけど、嘘でしょ、もしかして最後なの、タモさんらしい、な、どの声が上がっていた、ネットの声、人間の魅力を大きくする要素は、もちろんその人の能力であったり、努力であったり、人柄であったりするわけですが、引き際の鮮やかさが挙げられるのではないかと思います。生涯現役で活躍を続けることも、その人の、花、を大きくするとは思いますが、見事な幕引きをすることで、魅力がさらに輝いて映ることがあるはずです。代表的な芸能人は山口百恵さんだと思います。人気絶頂期での引退の後、一切表舞台に出てこないこと、そういう方はほとんどいません。タモリさんの場合、彼の、花、を大きくしたのは、笑っていいとも、の最終回に瀕しているように感じています。あの見事なフィナーレからタモリさんの生き方に憧れた人が増えたのではないでしょうか。タモリさん自身の引退はまだ先でしょうが、ブラタモリ、にしても、タモリクラブ、にしても、自然体での終了は、彼の生き方を象徴しているようで、素晴らしい限りだと感じています。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録もお願いいたします。梅南光。